しています。こちらの下顎前視用抜歯鉗子と上顎前視用抜歯鉗子も使う場所によって形が違うので覚えるのが大変でした。でもこれらを準備するのが私たちの仕事です。理由は小学生の頃に通っていた歯医者さんで助手の方に優しくしていただき、そこから目指すようになりました。実習では合計3週間行かせていただいて、実際の口腔内でのバキュームの仕方や患者様への対応の仕方などを学ぶことができました。